らですね、髪の毛、海外で髪の毛切っちゃうシリーズパート2パート2なんや、2ということで、はい、1じゃん、1は僕行ったんで、僕行ったんで、で、今回ですね、一緒に旅行来てるマヤンが、マヤンが、今から散髪ね、したいと思いますんで、ちょっとね、今ちょっとこういう感じの髪型なんですけど、ちょっとね、今から髪の毛切っていきますんで、ちょっとビフォーアフター、ちなみにお店はこんな感じで、ちょっとこうなんかこうガレージでやってるような感じのお店なんですけど、お値段の方は300バーツなんで、日本円で言うたら900円くらいですね、900円なんで、ちょっとね、激安なんで、ちょうどね、散髪したかったので、ほらほら、ギャルとまたうるさいうるさいということで、またね、あの仕上がりの方ちょっと動画撮っていきたいと思いますんで、じゃあ少々お待ちください。ムービーオッケー、ムービーオッケーいきましょう。いいですね。今の気持ちはちょっと不安まあ大丈夫でしょ、だいたいほら結構みんな上手な感じでやってくれてるんで大丈夫です。いいね、いいね、頑張ってんやん、いいね。いけんちゃん、いや、ちょっと楽しみですね。よろしくお願いします。いい感じで今、髪の毛切ってもらってます。壁の飾りかっこいいですね。しゃあないしゃあない、でもめっちゃバリカン綺麗な、やっぱうまいわ。グッド。おお、いい感じにセットしてくれてる。おお、いいね。暑いんですけど、日本のなんかの夏みたいな感じじゃないんで、結構あのビールとかアルコールがうまいですね。もう今ね、今あの整えてもらってるんで、はい、しばししばしお待ちください。ねえ、セットが意外と組み立てるんでちょっとおもろい。めちゃくちゃいい、あの結構え彼テンパなんで。グッて引っ張ってくれる。やばいな、楽しいな。楽しいわ。終わりました。終わりましたよ。
綺麗やな、綺麗してくれたな。Good, good。まだかOK、 仕上がりましたね。じゃあちょっとね、横やで俺。あれやな、どっちかって言ったら13になってね、 13ぐらいの気持ちだね。じゃあ行きます。こんな感じになりました。おー、めちゃくちゃこの刈り具合とかめっちゃ綺麗。これ綺麗よ。こんな感じでね、綺麗に。俺セット的にこうやってほしかったよ。あ、もう勝手にずあれ、一応こんな感じでちょっとね、海外で髪を切ってみようパート2でした。パート3お楽しみに。さよなら。はい、ということでもうね、髪の毛きれいにしてもらったんですけど、結構あれですよね、単純に多分ね、うまいと思う。多分